東京23区のほぼ中央に位置する千代田区。人口は約7万人。皇居、国会議事堂、最高裁判所、さらに大手金融機関など、日本の首都機能が集中している。この千代田区の真ん中に神田がある。近年、カレー店や秋葉原の電気街など多様な顔がある。神田とはそもそもどんな街なんだろう。私たち専修大学の学生は地元の方々にお話を伺った。昔は180軒もうちがあって、惣菜屋さんもパン屋さんも、それからなんだろうね、いろんなもんがいっぱいあったわけですよ。生活に関連した、そうですね、肉屋さんも魚屋さんも八百屋さんもあったわけ。で、昔は本当本当の町って、人が住んでる町。わかりやすく言うとね、三丁目の夕日のようなイメージ。あーですか。自分の小学校の頃はね、あんな短パンでみんなでね、で空き地いっぱいあったから。だから空き地で野球やったりとかしてたからね。今はもうみんな上に住んじゃってるけれど、もっと1階に住んでたんですよね。いっぱいで路地があって、で路地があるとちょっとこう角を曲がると、あ、居酒屋さんがあったりとか、歩いて楽しいっていうの。そもそも神田は学生街から生まれた古書店街として発展してきた。世界最大の古本の聖地と言われ、170店舗以上の古書店が集まっている。江戸時代まではこう本屋は全然なかったんです、ここはね。だけどその明治になってから大学ができたと同時に本屋も何軒かできて、でそうするうちに本屋が何店かできてきて、でその最初の本屋は出版と古本と兼業だったんですよ。岩波書店だとか夕比閣だとか福山坊だとかが三省堂もそうですね、神田にある比較的大きな出版社はもともとは古本屋だったんですよ。でそのうち古本は古本屋に任せて、で自分たちは本作りに専念していくというふうにしてできてきたんです。でその後ね、今度は関東大震災でこの辺って焼けちゃったけど、本屋さんたちもすぐ頑張って再開したし、そうするとその度ごとにこう本屋が増えてって、それでそう多分大正大震災の後が今のこの形に近い形ができてきたんだと思います。近年神田で起きているのが再開発ラッシュ。多くの高層ビルが建てられ、千代田区は16年間で人口が6割も増えた。昔ながらの神田の街はすっかり変わってしまった。昔はうちから皇居まで十何軒あったんですね。20軒近く、今6軒ぐらいですよね。再開発なんてみんな大きいの立っちゃったからいや人が増えるからいいんじゃないのって言ったお店がみんななくなっちゃいました。結局人は入るけども、ここで、お金を落とさないんですよ。いやほら、地上げでも散々もうなんてボロボロにされちゃったから。そうですか。もう古い話になっちゃうから皆さん分かんないかもしれないけど、シャッター開けるとさ、不動産屋が土下座してんだよ信じられないでしょ、神保町の。で売ってくださいと。で売ったらそのまますぐ転売しちゃうから、で 大手がまとめて再開発しちゃうわけですよ。千代田区は出会いや交流の場を生み出し、ウォーカブルな街づくりを目指して再開発計画を進めてきた。しかしその評価は分かれている。都心居住っていうのがどんどん減っちゃって、都心に住まわせなくちゃいけないって言ってたから、それを住まわせるためにどんどん住宅を作る、民間も作ってくれる、そうするとどんどんマンションができて住宅ばっかり増えると。そうするとインフラは、その住宅のインフラって道路とか、まあ、公園とか図書館でもいいんだけど、それだけのインフラを準備してないけど住宅だけ増えちゃうとどうなるかっていうと、窮屈になるわけですよ。図書館はない、いわば公衆トイレも少ない、公園も少ない。そんな時ある問題が起きた。神田警察署通りの整備工事、
道路を拡幅し新しく歩道を作り変えるため千代田区がイチョウ並木の伐採を始めたところ地域住民が猛反対したのだ。今千代田区が工事を始めようとしているので木に張り付いています。作業が止まっております。危ないので木から離れてください。神田の住民は工事の準備が整う前に集まり、それぞれがイチョウの木に張り付いた。このような対立が10ヶ月も続いていた。しかしこの時は1本が伐採されてしまった。住民が駆けつけたものの間に合わなかったのだ。そして2本目が伐採され始め、木の半分の枝が切り落とされたとき、住民が駆けつけ、木に抱きついた。このイチョウはこうして生き残った。千代田区の町づくりの一環、神田警察署通りの道路整備は第1期工事を終え、今は第2期。自転車専用道も含む歩道の拡幅のため、イチョウを伐採し、桜並木に植え替える計画だ。6年前に完了した工事第1期区間は、イチョウ並木は保存されたまま整備された。白山通りを挟んで向かい側に続く工事第2期区間。今度は両側のイチョウ並木は全て伐採する計画だ。イチョウに張り付いて1時間、工事業者は撤収した。区が工事日を公表しないため、住民は夜中も交代で見張りをしている。もう300日ですから、今度の土曜日で。300日ここいるんですか？そうです。毎日。夜中から朝方まで。もうそれしか方法ないんですよね。それにこうやって寄り添ってたら引き上げるっていうことだったら、もうこれをやれば切られない可能性があるっていうことになりますよね。住民が区側の責任者との対話を求めても、工事業者は受け合わず、退去してくださいの一点張りだった。区は抗議する住民の立ち入りを禁じる仮処分を東京地裁に申請した。区と住民との対立はどんどん激しくなり、街路樹を守る会は区政に抗議を続けた。千代田区はこの意見の対立をどう受け止めているのだろうか、直接区役所で聞いた。環境マッチ区に承諾を取って撮影したものの、後に撮影動画の使用は拒否された。時を同じくしてさらに大きな問題が起きた。設備工事業者との官製談合が発覚し、区の環境まちづくり委員会の信憑性が疑われ始めたのだ。不信感を持つ市民らが陳情を出し詰めかけたものの、議題にはならなかった。もう住民は必死になって怒りとか不信とかいろんなものを持って、この今日の環境まちづくり委員会に向けて陳情を出してるわけなのよね。でそれに対して所管の委員会に一刻も早く共有しようっていう気がない。日程は粛々と進め、区民の声は間に合わないようにしてるんですよ。この闇はね、私からしたらものすごく深いし、ね、許せないよね。うん、太古の昔から地球上にそびえ、生きた化石とも言われるイチョウ。樹齢1000年を超えるものも多くあり、葉の形が末広がりであることから、
繁栄の象徴と言われている。取材する中で昔から神田を見守り続けてきたイチョウは町の大切な歴史であり文化であるという人も少なくなかった。歴史と文化とかそういうのも大事なことだと思ってるんです。で、切ってしまったら歴史も文化も全てなくなってしまいますよね。だからやっぱりここはやっぱり芸術文化じゃないですけど、やっぱり未来永遠の町は変わっても木だけは残していただきたいなって。でそこにやっぱりふるさと の昔住んでた方も書いていらした時に、あ、やっぱりなんかふるさとねって、ここから出ていた方は皆さん僕のふるさとなんで、それをせめてこれだけに大木に、ね、戦前から戦後ずっと見守ってきた木を、ね、簡単に切らないでいただきたいなって、そう思います。町づくりとは一体何だろう。住民が大切にしてきた文化や歴史を守ることも大切である一方、表面を新しく便利にしていくことも必要だ。だからこそ意見の相違も生まれる。それを乗り越えるには話し合いしかないはずだ。そのプロセスを考えることも町づくりなのではないだろうか。イチョウの切り株が私たちに問いかけているような気がする。